ミンチュ。地域にど密着ファミンチュ TV。 今回のファミンチュ TV は沖縄で大人気 YouTuber のまごろくさんがファミンチュ TV に出演。新しくリニューアルした美味しい沖縄そばを試食。料理好きのまごろくさんを納得させる味になっているのか。ファミンチュ TV。 前回2種類食べましたけど、はい、レンジアップであの美味しさいかがですか。とんでもないことですよね、あの何がなかったマジ食いしてしまうというね普通に完食してしまうというしかもめちゃくちゃ早いですね、やっぱりね食べるスピードもね。いやそれぐらいなんかあのあうん美味しいと思って食っちゃいました、普通に。嬉しいですね。みんながカメラ止めて打ち合わせしてなんか俺普通に食ってましたからね本当そうなんですよ。でもありがたいです。ありがとうございます。やっぱりこのリニューアルされた中の噛み応えのある麺と、はい、あとね素材を一新した出汁、際立ちましたね。いやこれはもうはっきりと分かりやすいぐらいうまかったです。うん、美味しかったです。ありがとうございます。で今回もう一食あるということなんですよ。いいんですか、はい、いいんですか。用意しました。嬉しい、はい、いいんですか。ありがとうございます。それはズバリ野菜そばになります。野菜そば、はい、結構でもハードル高そうですけどね。いやけど野菜そばはありがたいですよ。沖縄の独身男性の9割は野菜そばで栄養を取ってますから。あそうか、なかなかお野菜を取るタイミングがないんですね。なかなかなくて、やっぱ食堂とか行くときはなるべく野菜取ろうと思ったら野菜そば。それがそんな手軽になっちゃうんですか、もしかしたら。そうですね、今回あの、はい、この沖縄そばと野菜そば、野菜の方のちょっと一体感をちょっとレンジアップしてあの楽しめるようになってるんで、ぜひちょっとご試食いただきたいと思います。はい、失礼します。次の商品は、うわ野菜そばです。野菜そば、はい、こんなたっぷりお野菜乗ってるとは思わなかったです。はい、びっくり。うわね、色綺麗ですね。すごいな、野菜そばの店感が半端ないというか。ありがとうございます。すごい、キスからいただきます。あ、これも、あ、うん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 、はい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 。野菜の甘みがプラスされてません？あ、それですそれですそれです、ね、それです。ありがとうございます。1万2千円まで出せるっすね。おお、じゃあ値段変えます。こんなシャキシャキ残るもんなんですか。これもあの何度もちょっとテストしました。あの、はい、いや本当にすごい、びっくり、うん、あの野菜の歯ごたえを出す大きさとか、あの箸で持ちやすいサイズ感だとかっていうのも何度も研究しましたし、これも何度もちょっとトライをして、はい、これはちょっと本当に研究感じられる感じですね。ありがとうございます。このあざお野菜だけでのしっかりとした味ももちろん美味しいですし、この混ざった時の相性ももうめちゃくちゃいいので、これはね本当一流の味って感じします。このペッパーが、あの胡椒が別点でついてますので、これかけるとまた味変になりまして。きた、神がいい。ここでホワイトペッパーですよ。うん、めちゃくちゃいい香り、おいしい。あ、本当だ。でしょ。あの食べてる途中に胡椒の香りが抜けてくるから、うんうんうん、うまってなる、すぐ。本田さんどうですか、すごいというお言葉いただきましたけど。めちゃくちゃ嬉しいです。これゴーヤ弁当の肉と同じですか。同じです。万能な肉です。あの肉好きなんですよ。あれだけで売ってほしいぐらい。いつか。あの肉、あの肉おにぎりを。あの肉とご飯めっちゃ合いますよね。そう。あの肉おにぎりいいですね。いいですね。ファミンチ TV。
ということでリニューアルした沖縄そばいただきましたが、まごろくさんいかがでしたか。いやもう美味しかったっす、うん、これはちょっと今度買ってみようかなと思います。嬉しいです。いやめっちゃ嬉しいですね。もう固定客ゲットです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今回の感想をこちらに一筆したためていただきたいんですが、今日はまごろくさんもお願いします。あ、自分も、はい、今日覚えたての言葉を。字綺麗。意外っすね。で私から今日の感想はこちらです。レンジアップするたび上がるファミマスバ、レンジアップ、レンジアップです。あ、上がる、はい、はい、ありがとうございます。こんな感じです。あのめげないでください。じゃあ自分の、はい、君のそばが好き。ドキッとする。まあそばが好きなのとね、ファミマさんが作った、まあ、隣にちょっと僕独身なんでどさくさで合格しようかなという。あ、嬉しいですね。これはプレゼントはあったりします？ なし？ちょっと考えますね。ね、全然ゲスト初なんで。ゲストプレゼント、お、いいですか？あ、全然いいですけど、プレゼントいいんだ。ということで今回はまごろくさんとお送りしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひまたいらしてください。本当ですか？お願いします。ドーカップ見た後二度と呼ばねえってならないですか？いいよ、ぜひぜひ。ファミンチ TV。 私たちが着ているこちらの浅すな T シャツプレゼントします。詳しくは概要欄をご覧ください。応募してくれよな。